みーす、こんちゃー、ガンです。今回なんですけど、パワー1のね、モーティス、弱いけど俺は何とかして救いたい。いや、これね、編集し終わった後見たんですけど、あ、まあ、そんな成長してないな、これ。うん、よーし、やっていこう。これね、まずちょ、あー、もうちょ、無理じゃん。え、もう無理じゃん。あ、やばい、死ぬ。あ、うん、あははあははあははは、なんもできねえ。ちょっと今のは使い方をね、間違えたというか、まあなんていうか、まあまあ味方がね、決めてくれるでしょう。よし、ナイスナイス、いけ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 って、俺応援しかできてね。あてて、2匹あれ、うん、まあ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 、ちょっとずつね、まあ慣れていこうかなと。やべえな、あ、え、あ、うん、かわいいかわいい、こいつ。ちょ待って、なんか来てる。あ、ね、とりあえずコルトやりたい。コルトならやれる。なんで俺が倒せるのはダイナマイクだけなのかな。いや、これまずい、マジでまずい。え、マジで負けたくないんだよ俺。ちょ待って、これどうしようどうしようどうしよう。とりあえずちょっかいかけていこう、ちょっかいかけていこう。あいついける、あいつならやれる。ボール持ったやつならいける。当てて、よし、避けて、はい、パス。あ、初めてクララが当たった。待って、やめた、待って、やめて。まあ計算通り、まあ計算通り、うん、上の壁を使って、まあバウンドっていうか、衝撃をね、回避するっていう。よし、来い、みんな来い、俺についてこい、敵、俺についてこい。いや、みんな無視すんなし、あいつカモじゃんみたいな。うわ、もうなんで、なんで、みんなさ、そういうの冷たいよ、それ。端っこでなんかはしゃいでる人を放置するって、そういう一番恥ずかしいっていうか、なんか辛いやつだから、それ。よし、お前、フランケ、お前だけ許さん。お前だけは絶対許さん。よし、よし、え1800回復したんだけど、あれしてない？バグ？え、パワー一度はバグってます。運営さん、パワー一度バグってます。バグってます。よしよしよし。いける、これいける、いけるいける。上飛んでもらって。よし、ナイス、ナイス。あ、来た、来た。俺の2個目、俺の2個目。よっしゃ、よっしゃい。勝ち。おいおい、ジェシーでパワー一度のモーティスに勝とうなんざ。もうマジ3年ぐらい早いわ。え、マジやる気な。よし、一発なくしたな。リロード、お前一発ないな。よし、いける。あ、ナイス。え、来た。え、こんな簡単に決まっちゃっていいんすか？マジっすか？もうパワー1度最高。パワー1モーティスだからこそできましたね、今の技は。パワー1モーティスだったら、いや、もうこいつ雑魚いからなーっていう感じで、もうみんなの眼中にないんでね。みんなの眼中にないってことは影が薄いんですよね。なんで、こいつは放置でいいやっていうことを学ばせるっていうか、頭に入れつつ、俺何もしてねえ。あ、惜しい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 。まあ、別に俺が何もしなくても、まあ、味方が決めてくれる。これがディザイアズ。デザイアーズなんですよ、これが。あ、まあ、うちが作った、あ、まあ、クラブ、うん、はい。まあ、リーダーやってないですけどね。うん。リーダー、やめたんですよ。うん。よし、これ決める。俺なら決めれる。決めれるよ。かわすよ。俺かわすよ。来た、来た、来た。え、バグってる、今の。今のバグって。バグってないけど。バグってる、今の。待って、やめて。あぶね。あぶねえことしてくれるじゃねえかよ。ジョーちゃんよ。ジェシーさんよ。まあ、やんのか。ごめんなさい。俺が悪かった。いや、まだいける。いや、うん、うん、うん。やっぱ俺一人じゃちょ怖いな、これ。よっ、やめて、ごめんなさい。俺が悪かったって言ってんじゃん。え、カウンターじゃん。まあね、まあ、モーティスで、まあ、引き寄せたと、言いますか。あ、やべえ、完全上位互換来たんだけど。え、絶対勝てないよね、モーティス。レベル1とレベル10のモーティス。え、絶対勝てないよね、これ。間違いなく勝て。勝てる。勝てる。来い、来い、来い、勝てる。あいつ、俺のこと見えてないのかな？パワー1だから。あ、そういうこと？え、パワー1モーティスって見られないの？敵に。まさか、まさかそんな神アプデがあるわけある。クララが立ったじゃない。モーティスが立った。いや、もうよくわかんねえ。よし。いや、でもいける。これいける。いけるいけるいける。これどうしよう。モーティスが怖え。モーティスがほんと怖え。お、やんのか、モーティス。お、やんのか、お前。ごめんなさいでした。ごめんなさいでした。ごめんなさいでした。よくわかんねえ。まあまあいいや。ちょっと待って。これまずいやつ。うん。大丈夫。あ、よしよしよし。ちょ、普通のどのパワー一同のキャラでも、ニタのクマに勝てないんですよね。ほぼ。なのに、モーティスでニタのクマに勝てと。いや、無理だと。もう、ニタのクマ対モーティスでどっちが勝つって言われたら、もう間違いなくニタのクマですよね。モーティスレベル一同2匹いても多分ね、クマに勝てない。なんなら影武者に勝てない。影武者最強。マジで最強。影武者対クロウでどっちが勝つって言われたら間違いなく影武者なんですよね。お前、やる気か？やる気か？パワー9ぐらいのモーティス、お前やる気か？やる気か？俺に勝てると。パスパス、上に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 、上すぎ。
さあさあ、あと1点、あと1点。このウルトをね、どう使えばいいのかね。よし、ここで俺、ウルトシュートしたら、結構かっこよくね。あ、これいける。これ攻めれる。早くね、なんか死ぬ。俺だけ？え、待って。え、俺が招いたチャンスじゃね？これ。すいません、嘘です。おい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 。とうとうパワー1のガンをいじめに来たか？やんのか？やんのか？こら。よし、とりあえずボールを拾う。ボールを拾って、ボールを拾って。え、噛みすぎ？味方噛みすぎ？え、俺雑魚すぎ？なん、俺が雑魚すぎん？もう何言ってんだろ。よし、俺はこの、こいつの止め方を知っている。攻撃してすぐに戻れば？戻れる？戻れる？なんで？オンゴ、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 オンゴ。まあまあまあ、そういう時も、まあまあ、人ってありますからね。まあ仕方ないですよね、全然。よし、こいつを餌に、こいつを餌に。あ、これ上できる。上来た。上からウルトシュートいける。来た。よし、ナイス。いいね、いいね、いいよ。俺なら全然勝てる。いける。いけるとしか思えない。いけると、いて。やるじゃん。なかなかやんじゃん。あ、ちょ、もうマジで、あの、シェリーがね、もうだいぶ嫌い。な。来たー。やべえ、さっきすんげえなはなは言ったんだけど、ちょ、今のなし。今の、あの、あんま言わないで、なはなは。カットして。カットしてじゃねえ。しないけど。よし、ここは、なんでいるの？なんでいるの？君なんでいるの？いやー、マジ味方強えわ。あ、味方強えわ。それは強いわ。マジ、あの、モーティス一人じゃ何もできないから、ほんとありがたい。なんか、勝手に決まるもん。うん。やっぱこれがね、味方ですね。これが本当の姿、本当の味方であるべき姿。そういう、うん。何言ってんだろう。まあ、あのね、尺が長ければ長くなるほど、なんか変な発言するんで、あ、集中力もね、まあ、だんだん切れてくるんで、よし、いや、こっからね、勝負していくよ、俺は。もう、ここ、最近ね、もうマジで、あの、2万いくんで、パワー1度絶対2万いくんで、どこ？待って！やるじゃねえかよ、なかなか。いや、今のね、まあ、敵ながらあっぱれってやつっすよね。とりあえずね、あの、経験談から言いますと、あの、リコとかコルトとかなんかいけそうな感じするんですけど、あいつらには絶対勝てねえ。やべ、パス、パ、え、来た、え、まさかの来てしまった。あ、土台作り成功ですね、これ。え、結局、え、ほぼ負けなしと、負けなしで5連勝。来た。多分ブロスターやってて一番達成感ある。なんか、しかも味方もパワー4なんだけど、俺の勝ち。